いや、今日は違うよ。勉強会をさせてもらおうと思うんだ。勉強会？七星くんたちはまだ日本のことをよく知らないようだから、特別授業といったところかな。舞さんにはもう電話で連絡して許可をもらっているから。ああ、俺には必要がないが、確かに他の連中は非常識なやつばかりだからね。というのは口実で、君の様子を見に行きたいのが本音なんだけどね。約束したろ、まめに様子を見に行くって。じゃあ今日は車じゃないから歩きになるけど、行こうか。こんばんは、お邪魔します。いらっしゃいませ。お待ちしてました、先生。あ、はい。お元気そうですね、舞さん。とってもとっても元気ですよ。それは良かったですね。じゃあお茶とか何かみんなで食べられるような簡単なご飯を用意しますね。いやー、忙しい忙しい。忙しいのはいいことだ。そうなんだ。確かに驚いたな。こんばんは、先生。今日はわざわざありがとうございます。こんばんは。急にすみません。いえ、私は書斎におりますが、みなに指導をお願いします。はい。じゃあ早速だけど、みんな集まって。その場合は相手を敬って敬語を使うのが正しい。敬語、日本語はいくつも種類があるんだな。確かに英語などと比べるととても複雑だから混乱するだろうね。あら、私は敬語も完璧でしたよ。もう勉強しましたもの。うん、森泉君は生粋の日本人かというくらい上手だね。けど私、知識に偏りがあるようです。クラスの方によく指摘されました。これもいい機会です。じっくり教えてください。なんで家でまで勉強なんだよ、くそ。なんで国谷先生、俺の成績まで知ってるんだよ。僕が教えてあげますよ。第一問解いてみてください。あんた生意気、俺が解けないと思ってバカにしてんだろ。してませんよ。この俺様に必要だと思う。ダメよ、ルイザちゃんは私のお話し相手になってくれてるんだから、取っちゃダメ。ルイザちゃん、お茶のおかわりはいる？いただけますか？いや、舞さんは紅茶を入れる天才ですね。大変リミット。
お話ししましょうよ。あなたの分も紅茶入れてあげる。スバルが見てるから大丈夫だろう。ほら、そうそう、気になっていたんですが、マイさんはウサギが好きなんですか？名前はあるんですか？名前とは術の一種とも考えられていて、愛する者へ名をつけることはこの上ない祝福に値するんですよ。お名前、いいわね、つけたいわね。じゃあじゃあ、ルイザちゃんはどんなお名前がいいと思う？シャルロッテとエリザベートなんてどうです？優雅でいいだろ。けど、こんな可愛いウサギにそんな大げさな名前はどうなのかしら。では、マイさんはどんな名前？マイ、コーヒーを入れてくれないか？センスです、マイさん。この高坂ルイザ、ここまでの感銘を受けるなに出会ったことはありません。あらあら、そんなに褒められると照れちゃうわ。じゃあ、この子たちの名前はぴょんちゃんとふたたんね。マイさん、こちらにいらっしゃいましたか。そろそろ終わりにしようと思うのですが。お疲れ様でした。お疲れ様です。カイトさん、コーヒーですか？ああ。顔色が悪いぞ。いいんだよ、私も森泉君と七星君を教えるのに夢中になっていたからね。七星くんは向上心が高く、森泉くんは非常に飲み込みが早い。教えがいがあったよ。ああそうだ、文化祭だけれど初参加で委員になってしまったけど、どんな感じかな？
まあまあか。まだ手応えみたいなものは感じられていないのかな。文化祭は基本的に生徒主導だからね。清水君と力を合わせて頑張って。私も協力は惜しまないよ。じゃあまた明日学校で。おやすみなさい。できます。あ、待って待って。はい、これお弁当。すばるちゃんもみんなもどうぞ。そうなの、カイトさんがお弁当欲しがったのよ。だからついでね。昨夜のことで過ぎちゃったのよ。くよ、かわいいわ。ありがとうございます。味わって食べますね。はい、それじゃあ、いってらっしゃい。お昼お昼どうする？学食か購買に行く？珍しいね、自分で作ったの？なんだか騒がしいね。ルイザ君と誰かが話してるみたいだけど。いいからどけよ。俺はあいつに用があって来たんだ。どんな用事かって聞いてるんだよ。答えられないならここは倒産。なんで？それは別に。別にで来るような場所じゃないだろう。それとも迷子にでもなる？学校で迷子になるかよ。もういい。おい、ルイザ先輩なんかほっといて。話があるからどっか行こうぜ。俺を無視するな。うん、まあそんなとこ。じゃ、行こうぜ。ああ、きれいに無視されたわね、ルイザ君。あの子ってばモテるのね。ミコト、それはお前だ。なんで七星先輩がここに。なんとなく嫌な予感でした。だから様子を見に来たんだ。何かあったのか。七星先輩には関係ないんで。じゃあ、話っていうか、
書いてあるのか。野菜もウサギ型に切ってるし、すげえな。ただ母親が作ったお弁当かって思っただけだ。初めてだ。あんたたちって親に甘えっぱなしなんだな。まあいいや、腹減ったしさっさと食おう。なんで食わないの？そういうのダメだって。一食でも抜いたら体力が続かなくなるんだからな。けどもったいないし、食えない分は食ってやるよ。悪いかよ。食べ物は何でも美味しく食べろって、それが作った人への礼儀だってじっちゃが言ってたぞ。様子を見るのが用だった。あんた、自分がどういう立場かいまいち分かってないしさ。あんたさ、そんなにのんきだけど自分が狙われてるって分かってんの？なんでもない。じゃあ俺、中等部に戻るから。お帰りなさい。なんだかお疲れね。セオは機嫌がいいみたいだな。どうした？あら、わかる？実は今日、とても素敵なことがあったの。演劇部にスカウトされたの。文化祭で上演する演目に出てほしいって。お前が演劇？できるのか？